k ープロコーポレーションは1980年代に存在したアメリカ合衆国のホームパーソナルコンピュータ製造企業。電子部品検査機メーカーのノンリニアシステムズ社が当時人気のあったオズボーン1に対抗するコンピュータを開発する目的で創設した。k ープロは下半型の CP、M ベースのコンピュータを開発してライバルにとって変わり。 1980年代初期のパソコン売上主位となった。しかし、その後の PC、a t 互換機への転換には対応できず、1992年には倒産した。K プロの母体となったノンリニアシステムズは1952年創立のデジタル計測機メーカーであり、創業者のアンドルー・系はデジタル電圧系の発明者でもある。 1981年、ノンリニアシステムズは、オズボーン1という過半型コンピュータと対抗できる K、K コンプというパーソナルコンピュータの設計を開始した。翌1982年に子会社の K プロ、コーポレーションが設立され、それと同時に、コンピュータ名も K、K プロとした。K プロ2最初の製品は K、K プロ2と名付けられた。ローマ数字をつけたのは、 当時最も人気のあった Apple II にあやかったものである。K Pro 2はオズボーンのような下半型として設計された。アルミニウム製のケースで重量は約 13kg。z y l o g Z80 マイクロプロセッサを搭載し64基部のラム5インチ倍密度フロッピーディスクドライブを2台内蔵している。デジタルリサーチのオペレーティングシステム CP。 M が動作し、当初約1795ドルで販売されたが1983年、中頃に価格を1595ドルに下げると、1ヶ月で1万台以上を売り上げ K プロ社は、世界第5位のコンピュータメーカーに躍り出た。K プロ2の成功の要因はいくつかある。まず、オズボーンよりも画面が大きかった。サードパーティーのアプリケーションソフトウェアが同梱されていた。 ディーラー網によるサポートがしっかりしていた。K プロ2はユーザーグループが全米規模で結成されるほど人気となった。K プロ社は月刊誌、プロファイルズ、ザ・マガジン 4K プロユーザーズを出版。同社製品だけでなく、CP、M や MS d o s についても扱った。機構車には、テッドちゃん、ロバート J ・ソーヤーらがいた。その後80年代中盤にかけて、 コンパックなどが、この種のコンピュータへの進出を果たしたものの、K プロ社は、IBM 互換機市場への参入に手間取り、1985年に、ようやく MS ドスマシンの互換機を開発したものの、苦戦を強いられた。それからの数年間、減少する売上を何とかしようと頑張ったが、1990年3月、連邦倒産法第11章の適用を、 申請することになった。しかし再生はうまくいかず、1992年6月に、連邦倒産法第7章による生産対象となった。1995年、残存資産が270万ドルで売却された。K プロの名称は1999年にオンライン、PC ベンダー名として再利用されたが、売上低迷によって二千五年に再度消滅した。 K プロ社の創業者である K も、同社倒産後に似たような戦略の企業系コンピュータを創業しているが、10年未満で再び廃業している。特に説明がない限り、過半型である。当初の標準オペレーティングシステムは CP-M であった。最初に同梱されたアプリケーションソフトウェアはセレクトという無名のワープロソフトだったが、 すぐにパーフェクトソフトウェアのオフィススイートや K プロ独自のコンパイラ S ベーシックに置き換えられた。パーフェクトファイラーは、いわゆるフラットファイル型データベースである。その後、マイクロソフトベーシックの CP、M 版である Mabasic やザワードプラスというスペルチェッカーが同梱されるようになった。ザワードプラスは、クロスワードパズルを解くのにも使えるユーティリティで、ハイフンの挿入、単語を、 アルファベット順に一覧表示する、機能、単語出現頻度の計算などが可能である。また、他社のマシンで、フォーマットされたディスクを読めるユニフォームというユーティリティも、ある。同梱ソフトウェアは、間もなく有名なワードスター、スーパーカルク、マイクロソフトベーシック、ドベーセなどに置換された。CSV ファイルフォーマットを使うと、これらのプログラム間で容易にデータをやり取りできた。 また、ゲームもいくつか同梱されていた。例えば、スタートレック、パックマン風ゲームをアスキー化した、キャッチム、ドンキーコング風ゲームをアスキー化した、ラダーなどがある。これらの同梱ソフトをすべて個別に購入すると、システムの価格よりもかなり高額になった。MS d o s 版の K プロでも似たようなソフトウェアの同梱が行われた。ありがとうございます。